自殺の名所とは、継承地など著名な土地のうち自殺者の多い場所や、自殺者が多発することで著名となった場所のことである。別名ホットスポットとも呼ばれる。類型の一つは、断崖絶壁や深山遊国といった観光地である。こうした場所では、誤って転落や遭難したら、まず死を免れないような場所へ簡単に近寄れるため、 自殺志願者にとっては確実に死ねる場所として格好である。また橋、高層ビル、鉄道の駅や踏切など自殺へのアクセスが容易な場所も、そこでの自殺をセンセーショナルに表現したり、自殺件数を誇張するような報道を行うことで、自殺の名所になり得る。そのように自殺場所として広く認知されてしまった場所では、さらなる自殺者が出る危険が高まる。 自殺の名所という噂が立つと評判が悪化し、観光地の場合は、地元観光業者の死活問題ともなりうるため、場所によっては、自殺を思いとどまらせる文面の看板や立て札を、地元の有志が費用を自己負担して建てることがある。また、命の電話などの人生相談団体の電話番号を書いたものと一緒に、公衆電話を設置するところもある。イギリスにおいては、 自殺の名所とされる場所を政府がホットスポットに指定し予算を組んで同国内300カ所のホットスポットに地域住民や精神会からなる危機介入チームを編成した。危機介入チームはパトロールの他にも電話や看板の設置等で広報活動を行っている。自殺志願者が看板を見て電話をかけてくると直ちに現場に急行し、 保護と社会復帰に努める。介入の取り組みの結果、自殺の名所において自殺が激減し、国全体での毎年の自殺者数を10%減少させた。福井県にある東人坊では、2017年から従来の陸上パトロールに加え、小型無人機ドローンによる空からのパトロールも開始した。鉄道路線の場合は、鉄道会社が ホームドアを設置し飛び込みを防ぐ試みもあるが、すべての鉄道路線に導入するには、高額な費用や構造的な問題があるため、普及は進んでいない。また、青い光は精神を沈めると、プラットホーム照明に青い LED 灯を追加する路線もあるが、効果は未確認、およびその信憑性も定かではない。自殺対策上で、 自殺の名所等の手段を遠ざける手法は根本的な対策ではないが自殺へのアクセスを簡単にできない状況を作ることには自殺願望が不意に高まってそのまま実行してしまうといった衝動的な自殺を思いとどまらせる効果があり周囲の介入のための時間を稼ぐことで一定の自殺防止効果はあると考えられている自殺報道は自殺を誘引しそこで紹介された 自殺手段はしばしば模倣される。それを踏まえて、報道機関に向けた風のガイドライン、自殺を予防する自殺事例報道のあり方では、自殺現場の映像は表示すべきでないと記述されている。三原山噴火口を探査するゴンドラ自殺の流行から、読売新聞社によって設置されたもので、探査中にも自殺者の遺体を数体発見した。ありがとうございます。